長澤さんからなんですけども、はい、黒澤監督の黒澤組、これ初めてということなんですけども、はい、油断してると撮影がどん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 進んでって終わっちゃうような現場だったんで、はい、監督早いんですよ、撮っていくのが、はい、その、ペースに負けないようにという、 こうプレッシャーが日々あったっていう感じでしたね。とにかく芝居は上手い方でした。上手いんだろうとは思ってたんですけど、その前の衣装合わせとか打ち合わせなどでは嫌がってんのかなっていうね、これはいとか、こう煮え切らない、まあ、今でもなんか煮え切らない感じじゃないですか。この煮え切らなさがこの方のまあ独特な個性なんだなっていうのはだんだん分かってきて、芝居となるともう一気に自分がやるべきこと、物語上何を望まれているかとかいうのは瞬時に理解して、あっという間に素晴らしい演技に到達できるんですが、そうなる前はなんか、はいとかやってみますとか、なんかね、こうやってくのや、いや、いやな、嫌がってんのかなとか、なんか、ね、非常にこっち不安な気分に、なんかちょっとビクビクした現場でした。だんだん分かってきたんで別にこう嫌がってるわけじゃないんですよね。そうですね、嫌がってないんですけど、でも昔からよく言われるんですよね、やる気がなさそうってあとなんか、うん、怒ってるのとか、自分のこうなんだろう、その時の感情を人に伝えるのが恥ずかしいタイプですね。旦那さんをなんか全て受け入れるような役じゃないですか、うん、はい、パッと見はちょっともうなんか厳しそうな感じするのに、うんうん、まあ、なるみのその女性像っていうのはなんかこう理想の女性ではあるのかなというふうには思います。あんなこう、まあ、怒ってたりはしますけど、結局いやいや、ね、相手に尽くしている姿を見ると、まあ、夫婦っていう関係性、まあ、2人いたらどっちかが前で後ろ、どっちかが後ろっていうこう構図がない限り、はい、夫婦平等にうまくやっていくっていうものはないのかなとは思いました。結局同じだけ平等だからといって横に並んで進もうとすると、うん、やっぱりなんかこううまく進めなくなるものなのかなって。ネット上ではですね、長谷川さんが最後乗っ取られたのかどうかっていうのがすごく話題になってるんですよ。長谷川さんに僕ははっきり言ってないと思うんですよ。でただこれ分かりますよね、なんとなくって、え、分かりますそれで、でそれ分かったのが何かっていうの一言も言わず、この感じでパッと次飛んだらサングラスして出てきます。これなんとなく分かって、分かりました、分かりました、じゃあそれでお願いしますで長谷川さんはこっちだなと解釈されたんでしょう。僕は こっちだとあっちだと言ってないんです、分かりますよねとしか言ってない。自分がこの作品に本当に出れてよかったなと思える作品と、今のこの自分の年齢で出会えたことに本当にまあ、幸運だったなと本当に思ってます。とってもいい映画だと思うので、まあ、たくさんの方に見ていただきたいですし、長く愛される映画になったらなと思ってます。今日は映画館の方まで来ていただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。皆様どうぞ拍手。